はい。ひとつき万札、しみです。今日はですね、東京五輪開催を支持するという大企業2000社への調査、フラッシュさんがやってるんですけども、これがなかなか強烈で、えー、調査、お金はいいから逃げ出したいの本音爆発と。<laughs> いや、で、しかもですね、このフラッシュさん、どこの広告代理店が調査したかっていうのを知ら、言ってないんですけども、大手広告代理店って書いてるんですよ。そしたら電通過箱報道だろうと。<laughs> で、えー、採用手って書いてないし、まあ、あと電通はオリンピックのスポンサーを集めてる側なんで、こんなことはやらんやろと。<laughs> ってことは、まあ、まあ白報道ギリギリアサツ、朝津 DK って、浅津 DK がする意味がよくわからないんで、えー、まあおそらく白報道がね、 電通に対しての嫌がらせとしてあったんじゃないかなと勝手に想像するんですけど、これなかなかね、本音が出てて面白いということで。うん、<えー S 2> 今まででね、ね一番面白いよね。本間さんとちょっとこれについてちょっと話をしたいなというふうに思っております。はい。本間さんはね、あーの、原発広告とか、まあ、ブラックボランティアとかね、<laughs> そういうあの、いろんなその、電通や広告代理店に関する問題提起をね、行われている方なんで、まあ、こういう話はね、本当に大得意ということで、えー、よろしくお願いします。 よろしくお願いします。いやー、この記事、なかなか強烈ですよ。ねえ。お金はいいから逃げ出したいの、本で。まあ、そうだろうな、やっぱな。もうね、あの、まず最初に言っておきます。はい。私から、ざまみろって言いたい。<laughs> <laughs> <laughs> おっと。まあ、でもね、でもね、あのー、あの大変だなと思いますよ、えー、経営者としては。でも、 オリンピックなんていう金箔でさ、塗られたら泥舟に乗るから悪いんだよ、<laughs> 本業で頑張れ、本業で、本当に <laughs> ねあ、本当にね、もうそういう、なんていうか、オリンピックの利権に食い込んでお金を躊躇すればいいとかっていう脳みそを使うのをやめて、うん、本業でしっかり頑張るっていうね方に頭をつかないと、日本発展しませんから。うんはい まあね、うん、まあ五輪がまさかこんなことになるとは、まあ、あのー、オリンピックのスポンサーになりゃ楽、楽して稼げるかも、ね、<laughs> 思ったかもしれない。まあね、あの、これ、あの、天罰ですよ。うーん、まあね、まあ、だって、なんていうの やる前から官軍側に立ってたっていう気持ちだろうね。やっぱね。うん、なんで俺が損するのぐらいの感じだと思うよ。<laughs> <laughs> だよね。ところがだ、うんうん、気づいてみたら、なんかこう、 コロナっていう、なんか、二色の見旗が向こうから、ザッザッザってやってくるわけ。うんうん、<laughs> コロナでございコロナでございコロナのお通りじゃーオリンピック、土刑切るぞ <laughs> みたいな感じで、こう、あの、官軍だと思ってたら、軍になってたみたいな。この明治維新の徳川幕府みたいな気分でしょうね。<laughs> <laughs> あれほんとさあれ向こうに天皇の旗立ってぞみたいな、そういう感じ。<laughs> まあさあコロナがさあ、寒軍だとはちょっと言いにくいけどさ、うん、関係性で言えばほとんどそんな感じだよね。なあそうですよだってさ、あのー、要するにスポンサー契約したのはもう、うんえー、4、5年ぐらい前からみんなスポンサー契約、うんまあ、もちろん最近になったところもあるけどね、うんあのー、主要なメンバーはさ、うん、もう。 3、4年、4、5年ぐらいはやってるわけですよ。うん、だからもうさ、がっちりとこうね、うん、徳川幕府、幕藩体制側にさ、<laughs> がっちりとこう、みんなで連合組んで、五輪幕府と名付けましょう、五輪幕府。幕府としてさ、<laughs> もう、何が来ても怖くねえぞ、俺は <laughs>、みたいなさ、<laughs> 俺たちはもう、最高権力だ、みたいな。そそそうそうそう、はい っていう気持ちではあったと思うよ。いやそう、そうでしょ。だって、まず大手マスコミを全部抱き込んでさ、うん、批判できないような状況にしておいてで、挙句の果てに税金使い放題みたいな。ね。もうね、最高ですよ。うん、それで、うん、俺なんかみたいな、こうなんか、かとんぼみたいのがなんか、いろいろ批判してまさあの、プーン、ほんまかとんぼと清水かとんぼがプーンチク <laughs> チクッ、チクッ、チクなんか、ね。ああ、なんかうるさいな、うるさいああ、うるさい、うるさい。あいあ、つって。ね、うん、しょうがないなーってね。なんかコロナカトンボがですね、こういうブラックボランティアっていう針を作って、チクッ、チクチクとかってやってるんだけど、<laughs> お知らん、知らんっていうふうに思ってたわけです。<laughs> そうそう。去年の1月ぐらいまでは。<laughs> うん。そしたらなんかあの、ね、あ,あれなんか、んか西の方から、あの、中国の方から、うん、

考え方っていうか、それをちょっとね、わ、うん、かりやすく言っちゃうと、まさにそんな感じだと思う。うんうん、で今やもう、早く五輪爆破体制から抜けたくってしょうがないんだけど、うん、まあもちろんなかなか抜けられなくって、うんうん、それでお付き合いをしてるっていうね。うん。うん、いろんなくだらないね、しがらみがあるんですよ。じゃこれどういうことかっていうと、例えば朝日新聞とかがね、 ま、別に読売でもいいんだけども、あの、ま、ここにさ、ええ、書いてあるように、東京五輪開催を支持する大企業2000社への調査にお金はいいから逃げ出したいの本音爆発と書いてありますよね。じゃあ、あの、逃げりゃいいじゃんって思うじゃないですか。ね。だけど、逃げ出すと何が起きるかっていうとですね、当然今まで仲良くやったり、接待やったり、バーター取引やったりね、やってたわけですよ。海外観客受け入れ中止にしてるのに、 アプリの開発に70億円とか使うわけですよ。しかも海外観客の管理のためのアプリですよ。しかもそれがスポンサーの NTT が受注するんですよ。なんやねん。そういうのがこう、受けられなくなったり、もうお互い臭い飯を一緒に食ったよねっていう中だから、もう逃げられなくなってんのよ、これも。そうだよね。うん、まあ、ほん とさあ、なんていうのか、まあ、うん、まあ、ここまでな、まあ、結局だからあの、よくスポンサーがなんかこう怒ってるとか、恨み事言ってるとかって言うけれども、うん、もちろんスポンサー企業は今までいい思いもしてるわけでさ、うん、一方的に、いやー、スポンサーってかわいそうだねなんて、そんな俺は全く思わないけどね。全く思わない、むしろ私はざまみろです。うん。は、そうなんだ まあ、中には真面目に本当にスポンサーとだけやったっていうところあるかもしれない。だう,ーんうんそうねまあだから、もちろん、そういうお金を出すためには、出すからには何か見返りがあるっていうね、うんうん、ことでやるのが、この世界で当たり前なので、うんうん、だから、まあ、ある程度潤ったのは潤ったでしょってね、うん、ちょっとぐらいは。うん まる赤字ってことはないんじゃないのみたいなね。うん、難しいとこだけどな、まる赤字に、まあ、最終的にはまる赤字で終わるところもあるだろうしさ、うん、それはだから旅行会社、うん、HIS とかさ、うん、日本旅行だっけ。あと、あアニとか、近畿日本ツーリストとか。ね<え> HIS は確かは、HIS は入ってないか。はい、うん 金釣りねうん、うんまあ、全然どうにもならんみたいなさ、うん、だから金釣りとかがあとはあれだよなあそっかあれだあのパ、ー、ック旅行でその海外からのね、うん、客で、うん、開会式閉会式セット、うん、で日本周遊なんとかみたいなさ、うん 100万とか200万で売ったようなやつも、全部パーになる全部パーでしょう。にな,なるだろうから、まあ、もう実質的にはもうただの赤字こいただけになる可能性もあるよね。うん、うん、まあそういう企業もありますよ、うん、と。もうそれってさ、しょうがないからさ、うんまあ、結局、なんつのうの、ん、まあ、ビジネスってそういうもんでしょって言われれば。うん 100安イビジネスなんていうの存在しないわけでまあ、残念ながらないですな。ないですよね。うん、まあ、それでこのフラッシュが載っけている、えっと、なあ世論調査で、まずは14歳以上のテレビ視聴者男女、各900人、はい、合計1800人東京オリ,オリンピック・パラリンピックの開催を支持しますかと。 質問したら、全体では積極的支持は7.5%。すごいな。昨日紹介した毎日新聞よりもさらに低いという。うん、えー、大手広告代理店緊急アンケートと、うん、14歳以上のテレビ視聴者各男女9、まあ、1800人とで、年代でばらつきはあるけども、7.5だから前回毎日新聞で9%って言ってたけど、<laughs> もっと減っちゃった。だね。はい。 うーんもうちょい、もう少し頑張れば、消費税半額ぐらいになる <laughs> 新キロ以下ということですね、要するに。<laughs> ああで、無観客や一時一部開催など、条件付きの開催指示が9.8%、うん、だから両方合わせても、開催指示は2割にも満たない。うん どちらとも言えないが12%ぐらいはまあいって、うん、最終的には開催反対は70%っていう、うん、まあ、圧倒的な差と言えるだろうね、まあねそうですね。うん。7対2だからさ。うん、まあ、これはでもだから毎日なんかのあれ、ね。まあ、似た似うな感じよね。うん、うん。つまりこれが本当にやっぱり今は。 あの、世論の体制かなっていうね。うん、感じはする。うん、で、えー、この調査ではさらに、大手広告代理店は、2000社に及ぶ大手企業を対象に調査を、実施したと。うんうん、で、えー、この企業に対して、うんと、条件的指示を含めても、 えー、この企業2000社、ねはい、からの回答でも、東京五輪の開催を支持する回答は全体では12.7%しかない。うん、で全面的 f 支持は65%になって、うん、まあ一般の視聴者とその企業2000社の回答はまあほぼ重なっているっていうね。ねまあこれもなかなかあの興味深いよね。うん 前ほら、日経がやった、あのー。社長100人に聞くっていう。そうそうそう、社長100人に聞いちゃうと、まあこれは日経だからさ。超超超超超大手企業しか聞いてない超大手企業ばっかりの百社だと、うん、まあそこはほら、あの雲の上の人、上みたいな、うん、社長年ばっかりだから、うん、そうすると、いいんじゃないの五輪やれば、うん、っね。まあ俺はどうせこの、 55階のこのオフィスから一本も外出ないんなスーンってこうやって。へ、えー。ほぉ <laughs> なんかね。うん。アリンコがなんか一生懸命なんかあっち行ったりこっち行ったりやっとるのっていうぐらいのね。うん、そう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 。だからそういう人たちからするとね。 あオリンピックやるって当然じゃないかね。そうそう何々くんみたいなこと言って、はい、会長、その通りでございますみたいなあのことを言いつつ、そいつはあの家帰って、ああ、オリンピックやだなと思ってるっていうか、かそういう状況だよ、<laughs> だよね。うん、で、えー、っと、だからまあ結果はあまり変わらないと、うん、2000社ぐらいに広がるとね。うんまあ、ただ、このあれもね。 2000社やって何社から回答が来たかとかあんまり詳しいこと書いてないんだけど、うん、多分それはあの調査結果を自らがこの代理店側が発表すればもうちょっと詳しいものが出るかもしれないけど、うん、このフラッシュではそこまでは紹介をされている、うん、でこの記事でやっぱりすごく面白いのは、うん あのー、各企業の担当者からのコメントっていうのがなかなかなんでちょっと読み上げていきましょうか。うん。まず一番上で、えー、書いてあるんですけども、社内で開催と中止でそれぞれの場合の損失をシミュレーションしたのですが、仮に開催されたとしても広告効果は期待できないという結果が出ました。今まで多額のスポンサー料を払ってきましたが、どうやらドブに捨てた格好です。<laughs> ちょっと私ツッコミ込みでいいですか、うん、ちゃうんやと最初からお前ドブにいたんや <laughs> <laughs> 何言ってんだん最初からドブにいたんだよと言いたい <laughs> まあそうとも言えるな、はい、気づくのが遅すぎたそう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 ,そう,そう、うん、まあほんとなあまあまあほとんどの企業そう思ってると思うよ、うん、スポンサーやってる企業は、ねうん、ドブなんだって最初から <laughs> 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 まあねうーんまあそうだったんださじゃあ2番目 2> うんえー、コロナ禍で業績弊社も業績の落ち込みがひどくもはや五輪を支援するなどの夢物語は口にするのもはばかられる状況本音を言えば逃げ出したい <laughs> 製造業の a 社 <laughs> じ,じゃあ逃げようよ <laughs>、うん、ね だからさ、まあ、なんていう、まあ、ちょっと厳しいこと言えばさ、うん、いやそう考えてんだったら逃げ出せよって。ねだけど逃げ出さないで、こう、ああ周りはどうしてんだ、周りはどうしてんだつって、一生懸命見てた。そうそう,そう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 。で、文句を言いながら一緒に沈む。さ<あ>これが大体日本企業の典型的なパターンだよね。まあ、企業というか、日本人特有というか。うん、うん、そうね。 地震の時もそうだね。で、次が、大手医療施設担当者、医療崩壊を危惧する。うん。絶対にやめてほしい。うん。絶対にやめてほしい。現状すでに医療はひっ迫している状態ですし、あと数ヶ月で一気に好転するとも思えません。当病院のある施設は、五輪会場などからも近く、もし会場で感染者などでも出たら、て、うんて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 ん。それを想像するだけでも不安でたまりません。うん。 しかも、医療従事者は <laughs>、五輪に徴収されるからね <laughs>。うん。いや、これはまあ、実際そうですよ。医療担当者の人たちからすると。まあ、これがとにかくさ、その、7割、8割が反対しているっていう、その国民が一番心配してるのはそこだよね。うん。でまあ、さらにはっきり言って、政府や東京都の対応には不満だらけ。 真夏の国書に、うん、あの、パラリンピックだなんて、てんてんてんって書いてるまあ、これはあの、うん、本間さんのね、ブラックボランティアの国書対策の図算さ,さんについて。もともと熱中症対策で、オリンピックに関してはお、ボランティア倒れたら、お前ら何とかしろよっていうふうにお医者さんに言われてて、うん、でそこに、コロナでも倒れたらよろしくって言われてもういい加減にしろってなってるわけですよ。<laughs> だよね。うん、お前、人の命を何だと思ってんだよっていうさ。うん そういう本当に無責任だね。うん、あの、もうここで繰り返し言ってきたけど、うん、本当に無責任だから。うん、あの、無責任っていうか、なんていうんだろうな、こう、人様の、こう、うーん、好意でやってあげようとして集まってくる人たちに対する敬意とか、そういうのがなんか鈍感 まあもううあのー、幕府なんで、うん、そんなもんしようみたいな。ね、うんなんかね、鈍感な感じがするんだよね、うん、あのー、非常に今、優しく言ってるけど、そうです、ね、<laughs> なんかね、うん、ちょっと俺にはよくわからないんだ、うん、ああいう、なぜああも鈍感で、うん、うん、傲慢でいられるのからね。うん もう本当に、そう今清水さんが言ってくれたように、うん、コロナが来る前でも、うん、とにかく真夏の7月、8月にさ、うん、あの行政が、うんえー、熱中症の危険性があるから、皆さん外に出るのはやめましょうって、うん、連日のように言っているのに、五輪は身に集まれっていうね、うん、ウルトラダブルスタンダードの話を、何をウるんやと,としてたわけじゃない。うん でそこで働くボランティアは、1日8時間以上連続5日以上やってくれませんかっ,つって集めてって、みんなタダだと。うん、うん。で、ぶっ倒れても熱中症でぶっ倒れたって責任の所在曖昧だと。もう知らんがんなって。うん。っていう感じだったんで、うん、そこにさらにコロナが乗っかってきて大丈夫なのって、うん、ずーっと言って言い続けてるけど、 コロナ対策なんてもちろんないからさ、うん、ないからいくらやったってできないんだけどね、うん、だって結局ボランティアって人の手助けをするためにそこにいるんで、うん、当たり前だけど人に近寄っていかなければならないわけよです、うん、特,特攻隊うん <laughs> だから密になるなって今政府が、うん 狂ったみたいに毎朝、毎晩言ってるけれども、その真逆のことをしないとボランティアにならないからさ。うん、で、じゃあ、そのボランティアに集まる人たちを、どうやってコロナから、あの、防ぐんですかって。うん、まあ、聞いても何にも答えない。ね。まあ、みんなで頑張りますみたいな。うん、うん。っていう感じで、それでしかも、 医療従事者はただで集まってくれってまたす <laughs> 意味不明だよ。いや、おって意味が分かんないよね。うん、っていうね、それぐらいひどい話でさ、うん、本当になんかこう、ちょっとよくわからないあのど、どういう神経でそれができるんだかっていうね。次の発言も面白くって。 うん。あの、某メーカーの担当者は森発言で社内のムードが一変。うん。まあ、まともな人でよかったね。うん。<laughs> 社内のムードが一変した方がいいよ。うん。次に、う,う,うん。五輪に関わるのは子供の頃からの夢でしたが、現状では開催は難しいでしょうね。社内的にも森さんの発言で一気に冷めた感じは否めません。橋本聖子会長は現実を受け止めて早く指針を出すべきだと思います。うん。まともな人でよかったねって感じです。 <laughs> うん、そういうじいさんにずっと騙され続けてきたんだからさ <laughs> お前らのそのなんていうかねその態度もどうなのっていう気はするけどね、うん、いやなんかあのそのじじいに気づかんかったんだと、うん、ていうかあのもう愛媛丸の事件の時の発言とか思い出せよ森喜朗の <laughs> 他にもいっぱい出現してましたよねはい。うんあ そういう人たちなんですよそう,そういう人、うん、そういうい人が何か発言すると、うん、ゲラゲラ笑って手たたいて、うん、それをずっと見過ごしてきたから今こういう目に遭うわけよ。 本当にね。いや、あの発言でさ、本当にすごい目が覚めたとか、うん、あの発言でなんか、あのー、気分が悪くなったとかって言う人っていっぱいいるけど、うん、いや、だってそういうやつだったんだ。<laughs> そ,うそ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 う。<laughs> 言ってたろって <laughs>、うん。何を言ってるんだ、今更っていうさ。うん。うん。ね、ちいさ。何を今更。 というわけで、えー、残念ながら、あーのー、自業自得かなと思います。でその次が、ね、インバウンド需要を見込んでいたホテルの担当者は、計画に大きな狂いが生じたと嘆く。コロナさえなければ五輪開催時期は予約で満室のはずでしたが、軒並みキャンセルで大打撃。いくつもの、えー、ホテルが五輪を宛てに建設され、同じ浮き目に合っています。再延期になっても感染が収まらない状況では、開催に反対です。 従業員は感染対策に神経をり減らしていますし、このような状況でまだ開催という夢を見ているのははっきり言って迷惑。うん、だよね。まあ、そゃそうだ。あの、だから、ホテルに、いやそのオリンピックやらなかったら客がそもそも来ないから大打撃なんだけど、うん、かといって、オリンピックをやる、この状況下でオリンピックをやるっていうことが、 その従業員にどれだけの負荷をかけるかっていうね、うん、そういうことも考えると、うん、まあもうなんとか潰れない程度に会社が存続してくれるんであれば、うん、もうオリンピックなんかもうやめてくれよってそれはそう思うよねやっぱりできたら。だってさやっぱりホテル行ってもほらそういうその消毒液の必ず置いてあってさ、うん。うん それでもって何、何手拭いて、あ手洗ってくださいとかさ、うん、まあ、とにかくいろいろうるさいわけだ、この、並、うん、ぶ時もこの、ほら、うん、密にならないようにしてくださいとかさ、いろいろやってるでしょうんうん、であと多分、室内清掃とかもさ、めちゃくちゃ気使うだろうね、あれね。いや、めちゃくちゃ気使うでしょう。うん。だからそういうことも考えると、うん、あのー、あらゆる、 産業、うん、仕事に、やっぱりその、外国から、あのー、やっぱりこの不特定多数のさ、うん、人々がやってくるっていうのは、うん、もうこれは結構恐怖でしかないよね、うん、やっぱうん。なんかだからやっぱな、まあ、ホテル業界なんかも、う本当にめちゃくちゃきついと思うけど。ただ、ホテル業界に関してはすごい不思議なんですけど、うん。 オリンピック終わってもさ、じゃあオリンピック終わっちゃったらさ、うん、もう来ない、布教来るって不動産業界では常識よ。うん、なんでそれなのにオリンピックというたった2週間とか3、ねそれ程度のイベントのために、そんな何億も投資してホテル建てちゃうの結局、あれでしょ、そのオリンピックを。 まあ一つの起爆剤としてさらに、あれが、インバウンドが、うん、拡大すると。うんうん、要するにほら、オリンピックで日本に来た人たちが、うんお、ジャパンオッケー、あの、来年も来るね、みたいなさ。<laughs> ジャパンオッケー、来年も来る、とっても素敵な国、東洋の神秘ジャパン、みたいな。そうまあそうやって、裾野がさらに拡大すると。うん。っていうのを読みも絶対あったよね。 まあ、うん、無<理>うん、だまあそれはもう無理で、だっけかオリンピック関係なく、去年で消えたわけだよ、うん、その話はね。もはや。うん、うん。去年でインバウンド消滅したんだからさ、うん、それで別にオリンピックあろうがなかろうが、というか、オリンピックもすでにさ、海外客入れないって今のね、うん、ほぼ確定だし。うん もうその読みは完全に外れてしまったわけです、うん、だからやっぱりあれかな多分中堅程度のホテルとか潰れるところとかあるんじゃないあるでしょううんていうかまあ今すでにだいぶ潰れてますからねうん、うん、ああそうだよね地方とか潰れてるよね、うん、あるよまあ多分これはねあのー、銀行とかにも責任あるよ うんだってホテル進出しよう、東京に建てようっていうふうに思ってさ、まあ俺、現金50億持ってるから、そのうち20億建設費って出せるとこないじゃん、そんなに。銀行も、ああ、オリンピック、需要だから、あいくらでも貸しますよって、これもプッチバブルだよ、これ、簡単に言うと、うん。まあそうだよ。それに踊っちゃったわけだね、今、ま、のね。こんな感じで。 うん、オリンピック万歳バブルだーみたいな感じでお金は借りれるホテルを建てようって乗っちゃったんだよね <laughs> まあそうだよ、うん、でそんで健康器具メーカーの担当者はパラリンピックの体調を心配するとこれそうですよね当社はどちらかというとパラリンピックのサポートに重点を置いている世間の皆様の議論のそのほとんどがオリンピックの開催 パラリンピックの選手の中には難しい基礎疾患を抱えている方もいらっしゃる。コロナが蔓延している東京で平和の祭典なんて自殺行為に等しい。いや、もう、本当そうですよ。うん、うん。まあ、それはもう結構ずっと言われていてさ。うん、やっぱパラリンピアンということになると、コロナのこの脅威がより、うん、よりより深刻度を増す。うん、ずっと言われてるんだけど。うん、まあ、結局それも、 まあなんとかなるんじゃねえのみたいなね。うん、うん。でもこれは本当深刻で、そのー、ま、さっきのその、ボランティアと重なるんだけど、うん、だってほら、そのパラリンピックに出る選手たち、うん、たちこそ、ボランティアがそばにつきっきりでいないとさ、うん、会場入りすることすらできない、うん、っていう人たちが山のようにいるわけじゃん。はい で会場内の移動とかさ、うん、そういうのも、もうマンツーマンでボランティアがついていないけれど、うん、できないのよ、パラリンピックって。うん、うん。だから、そうなると、じゃあ、そのボランティアが、うんえー、ボランティアをオリンピック開始14日前から完全隔離して、うん、金も出ないのに。うん 完全に自分で隔離して、うんえー、パラリンピックの選手に迷惑かけないようにしてくださいね、みたいなさ、うん、そういう嫌なプレッシャーがかかってくるよね、これね。かってくるけど、無理やいや、無理だよね。<laughs> 無理や十四4日前から自主隔離してくださいね、<ー>その14日間お前、金出すんかいってって。えー、出ない。出ない、出ない。っていうか。 パラリンピック本チャンでも一戦のお金も出ないんだから、うん、その前の14日間アルバイトとか何とかしてお金貯めようとするのが当たり前だよね。うん、だけどそれをや,るやめとけ、うん、自主隔離しろ。すごいよ、ボランティアに対して。自主隔離しろ、感染しないようにしろ。でも、ちょっと暑いところで運動はして、あの免疫力高めておけ。<laughs> 赤髪昇進か、これは、うん、本当に。 何様なの、うんまああのあその内容はここら辺にいっぱい書かれてるからうんあの私これ売りたいからみんな買ってお願いします、はい、なんかい昨日見たらアマゾン売り切れだったんだよ,またかよ <laughs> だから増刷しとんするって言ったんだろうお早く1000部ぐらい一冊しろよ角川書店かっこオリンピックスポンサーかっこ閉じる <laughs> <laughs> いやー、うん、この大手ね金融機関の担当者もパラリンピアに気をかけると気にかけるという,ふうに書いてるんだけどちょっとこれは飛ばしてですね、うん、この森喜朗主導のお付き合い契約でスポンサーが上がった負の足かせていう次のページにね、うん、なんとこの最上位スポンサーのワールドワイドオリンピックパートナー2社答えてるんですよね。うん、ねどこだ だってさ、2社って日本のワールドワイドスポンサー3社しかないでしょ。うん、そうなのよ。トヨタとパナソニックとブリジストン。三 <laughs> 社中の2社ってことこれ。そういうことでしょ。だからどっちか、どっち、今から喋るのはトヨタかパナソニックかブリジストン。だよね。多分、トヨタは入ってるんじゃないかな。うん、なんかちょっとオリンピックに対して牽制気味だったもん。うん、うん、俺もそんな気がする。うん で、えー、じゃあそのね、なんて言ってるかっていうと、最近多額のスポンサー料を支払う意味はどこにあるのかと労働組合から経営陣に対して質問されました。<laughs> コロナ禍で経営が悪化していることもあり、今後は株主からも突き上げを食らうのではないかと内心ヒヤヒヤしています。B 社。うん。次、当社の立場からすれば、最後まで五輪を支えていくというのは当然のことなのですが、安心安全が保障されない限り難しいと言わざるを得ません。 この B の方はですね、トヨタではないと思います。なんでかというと、あのー、赤字じゃないから。うんうん、うんうん、なるほど。うんお。赤字か赤字じゃないかっていうよ。うんね、ちょっと調べてやろう。赤字の会社はどれだワールドワイドスポンサーで。<laughs> どこだどこだ <laughs> おブリヂストンちゃんはですね、うん、赤字です。 <laughs> B ってこれもしかしてブリヂストンの B かなん <laughs> <laughs> か AB じゃねえんだ<う>ブリヂストンの B かう,うんなるほどねいやブリヂストン赤字だから <laughs> うんほ、うんとだ B 社だ B 社じゃねえのこれうん そうすると次は赤字か黒字かの話をしてないから。トヨタか。トヨタかな。まあでもそら突き上げ食らうよ。だよね。たぶんブリジストンの赤字の金額言いましょうか、ホンマさん。うん。最新の決算書によるとですね、去年、641億円赤字です。<laughs> す<ー>かわい,いかわいそう。<laughs> すごいね。いや、これはなかなか強烈やな。なかなかにあれだな。だって、ワールドワイドスポンサーだったら、1>, うん、1年100億近くは IOC に上げちゃってるよ。ね、うん。ねうん、ちなみにパナソニックも、うん、あの赤字ですね。 うん。どっちかだろうな、これは。パナソニックは、あ、赤字じゃないわ。利益が減っただけで営業利益出てますね。お<ー>ってことはもうブリジストン確定これ。<laughs> このコメント、ブリジストン確定。<laughs> ねえ。コロナ禍で経営が悪化しているって。ブリジストンじゃないかな、うん、これは。いやー、面白いですね。うん だから B 社になってるんだ。<laughs> 親切だな。え。まあ、普通そう思いますよ、うん。ワールドワイドスポンサー2社が、いや、これはちょっとっていうふうに言ってるのは、おこれ、橋本聖子から見たら、かなりやばい。うん。うん、だよね。うん、まあまあ、いや、まあ、あれだけどね。 でワールドワイドスポンサーはさ、うん、あのー、組織委員と契約してないから。うーん。IOC と契約してる。うん、<laughs> IOC は真っ青だけど。なるほど。まあ、橋本聖子は関係ねえから。なるほど。うん。<laughs> いやー。バッハは嫌がるだろうけど。バッハ、バッハの方が嫌がった方がいいよ、本当に。あいつ何様なんだ、ほ <laughs> ちなみに次なんですけど、 会社の立場上条件的指示からどちら、せめてどちらとも言えないと回答すべきなのでしょう。うん、ただし、現実的には無理だと思います。弊、うん、社でも意見広告や社説をいくつかあ、いつ出すかを具体的に検討しています。うん、ワクチンが行き渡っても厳しいものは厳しい。知人の外国人ジャーナリストは日本はクレイジーだとまで言っています。うん、今の東京での開催は危険です。特にハンデのあのパラアスリートにはひどい。 これ新聞社ですね。んこれ新聞社だ。新聞社って書いてる。なんでかっていうと、条件的不支持を表明した企業の担当者の声を列挙する。まずは大会スポンサーに直つなれる新聞の担当者って書いてるもん。うんー。ね。<coughs> じゃあ、早をやれや。そう。はいを書けよ。ああそしたらなんだっけ、えっと、タイミングを見計らってるみたいなことそう,そう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 。 もうもう十分遅れてるから、そのタイミング。<laughs> 毎日新聞がさ、うん、あのー、五輪関係のニュースをね、ここのところね、うん、あのー、もう一日何本も乗っけたりしてるんだよ、ね、<ー>あどうもこの、あのー、この発言、毎日新聞じゃねえのかな。毎日臭い。毎日臭いねお。なるほど、なるほど。うん まあね、あのー、ほら、新聞社、全国紙がすべてスポンサーになっちゃってって。うん、うん。で、僕はそれは諸悪の根源なんだってずっと言うと、うん、まあ、じゃあ、今年なんか5000万しか出してないんだからさ、うん、もういいじゃねいか、やめちゃえば。やめちゃいいよ。な、結構毎日新聞も、も昨日とかも、なんか、期間中のように記事載っけてるんだ。<laughs> そろそろ、 腹を決めたのかもしれないなって。毎日もついに。まあ結構オリンピックに対して否定的なね、世論調査を見出し付きで出したりしてるからね。うん。これはもうあかんかもって。うん。遅いけど。遅いね。ねここまで来ちゃったらさ。うん、まあでもあの、最後まで一緒に沈まない、沈むよりはマシだよ。 あの私、冒頭で泥船に金箔塗ったあのオリンピックっていうふうに言ってましたけど、金箔塗ってるのはマスコミだからね、そそうそう一生懸命、ペタペタペタ、<laughs> あっ、泥だってばれちゃう、<laughs> <laughs> 泥だってばれちゃう <laughs> って、こうやって貼ってるのが <laughs>、マスコミだから <laughs>。まあ、その片棒担いできたわけでさ、ね。うん 結局311時はさ、あの事故が起きるまで片棒担いでたわけだけどね、うん。ねえ。原発万歳、原発万歳って。まあ、それはあの、この、ね、ここにびっしり書かれてます。うん。だから今回、中止が決まるまで、やっぱりずーっと五輪の片棒担ぐということは一緒のことだからさ。うん、だからもうその直前でもいいから、反対。うん。 言いなさいよって、ねえ。通しって言いなさいよって、話だよね。うん。今日はちーちゃん度が高いね。ねうん。今日はなんだか、あったかいし。うん。まあ、その、本当にだからここに書いてある、この、あれは、あの、普通のほら、メディアには登場しないから、うん。まあ、それでね、貴重だと思って今日紹介してるんだけど、まあ、 これを読むとさ、あまともに考えてるんだねっていう。で,でもさ、この一人一人は良心的だけども、組織で動くと暴走するっていう日本政府、じゃあ日本人の悪癖だよ、これ。ね、まあ、その通り。うん、結局一人一人はやってみんな、や、ま、パ、あ、ラリンピックなんかやったら大変でしょとかって言っとくけど、うん、企業、その人が所属してる企業は、うん、やる方向に加担してるわけだからね。うん いやー、ちなみに次の飲料メーカーなんですけど、あのー、五ゴリン特需は厳しいものになったと。私どもの主力商品はアルコール飲料なので、うん、ちなみにもうこの時点で多分アサヒビールだなって思います。はい、もうこれアサヒです、アサヒアサヒ。<laughs> えっと、私どもの主力商品はアルコール飲料なので、えー、一般の方々が東京ゴリンを観戦しながら楽しんでいただくという観点から開催にも賛同していました。 ところが、うん、昨今のコロナ禍で飲食店の時短営業の影響やアルコールに対する世間の風当たりもあり、特に、えー、今後は広告などの出稿も慎重に考えております、まあ。スポンサーの中で飲料メーカーって言うとワールドワイドでコカ・コーラがあるけど、コカ・コーラじゃないね。うん。うん、あとは、だって飲料メーカーと朝日しかないでしょ、あとも。ね。うん。つまり、これは朝日のコメントでございます。アサ朝日ビールのね。<laughs> うん。 うん <laughs> なんか結構匿名の割にしっかり調べたらバレるねこれ <laughs> 詳しい人が見たら <laughs> 全然匿名でねえよな全然匿名じゃないじゃんまあでもさ朝日とか確かにパナとかは、うん、えー五輪 CM、うん、明らかの五輪 CM はやめてるんだよね、うん、ただ偽 日本生命、うん、はやってるよ、うん、完全に五輪にシフトしてる、だからちょっと対応分かれるんだろうね、うん、うん、あのー、オリンピック選手、努力してますみたいな映像を見せてさ、うん、私たちも一緒に頑張りますみたいなね、うん。あほくさ、なんかやってるなと思って、あとはその条件的シートした食品メーカー。 うん。ええー、森氏の発言は五輪のビジョンである多様性と調和を共に目指すパートナーとして大変遺憾。ただし、新体制のもと大会パートナーとして取り組んでまいりたい。食品メーカー。えー、っと、これ、オフィシャルサポーターに、あの、丸大食品が入ってますね。うん。あとは、あの、日清。 そう、うん、あと明治成果が入ってるねこの辺りでしょうねうん、うん、これ犯人探しにならないのかな<う>こんな <laughs> これね面白いけどね<ー>まあでも今の発言だとさあんまりまあ割とうん中立的でうん、うん まあこれね、あの今回のアンケートは公式なものではないけどそれでも組織委員会とか、ね、JOC、東京都、森会長の公認になったばっかりの橋本さんにとっては喉元に刃を突きつけられるような結果になったに違いないと、ねうん、この調査を行ったあ大手広告代理店五輪担当者って誰なんでしょうねしかいないななと思うんだけど多分ね。 もうちょっとだから年齢、性別でさ、うん、細かいのが出ると面白いなと思うけどうん、うん、まあ、でも本当ああのー、まあ、普通の人たちってやっぱりちゃんとそういう考えなんだよねっていうのが、ねうん、伝わるよね。うんで、こういうのがそのお、あのー、全国紙とかに載らないっていうのもね、うん、それが問題であってさ。<あ>うん 乗せろよなぁ本これが当たり前でしょっていうさ、うん、本当に当たり前だよねっていう、うんうん、まさしく、まあもはや、あのあ議論の余地なしで、とにかく早く潰すべきなんだけど、そううでですね、うん、うん、で結局これを潰さないでうだうだやってると、医療関係者とかそういうところにまた多大な迷惑が。 うん。やめるべきだよ。うん。もう本当にでもこのさ、免中腹配でやってて、お付き合いだから立場上とかって言ってるこれ、もう終悪。うん、今の日本にそんな余裕ないから、立場とかお付き合いとか言わずに、<laughs> 損は損として、形状して、徳はちゃんとこういう金メッキ泥船に乗るんじゃなくって、本業で頭かか使わないと。 もう中国には抜かれてるけど、インドにも抜かれて、ね。もう年収、一、うん、人当たり年収では、あの、韓国にも負けてるけど、もうアジアに、の中で、あ、日本って昔金持ちだったらしいね、みたいな感じになりますね。ええー。ああ、寂しいな。本当寂しい。それが寂しい。もう、寂しい。生きてる、社会人になってる間にもう一回成長したい。経済が成長していると実感を、<laughs> 持ちながら仕事とかしてみたい <laughs> <laughs> 本場さんまだあったでしょまだね。私たちの世代より下はないんですよそれが <laughs>。俺たちの時はだってさまああの俺たちの時ってさって、うん、会社入った瞬間ぐらいの時だけどね、うん、バブル絶頂期もう終わりに近づいてたけどさ、うん、ジャパンアズナンバーワンって言われてたからね。ね ロックベラーセンター、っマッシュ三井だとか三菱が勝てるみたいな。ああ、すごい時代があったんですよね、千里さん。ね、なんていうかね、もうずーっとそういうもう停滞をずーっとしてる中でなんとかあがき続けてる、もうそら、うつにもなるよ、いや まあ、それはさ、でも、清水さんのせいじゃねえからさ、そのあれになってんのは。いや、でもなんかそういう環境の中でさ、ずっと働いてて、<laughs> で、それで、いや、世の中おかしいじゃないかってこうやって番組をね、オリンピックに関しても、そんな税金をさ、無駄遣いしすぎず、最初に言った7000億円でやって、人命をきちんと守り、感染対策やって、国書対策やって、 一部のスポンサーとの変なバーター取引とかもやめるんだったら、で、当然、あとなんかセグハラ大臣、セグハラ会長とかね、あの、差別会長とかじゃなかったら、私はむしろやってって感じですよ。うん。あまりにもそうじゃない。で、しかもみんなわかってるのに、立場上仕方ないからとかって言ってる。<laughs> 滅びてしまえって思うね。もう。いや、いらつ,つくよな。もういらつくよ。ほに。<laughs> ねえ、チさん。 いや非常にこのね、最後の記事がさ、各企業の担当者は胃の痛い日々が続くって書いてるんだけど、自己自得だっつうの <laughs> いやそれ、ほら、止めるためには、うん、中心すればいいのよ、ねうん。中心すれば、世間の評判とかさ、うん、この先どうしたらいいんだろうとか、そういうこと一切なくなるから。うんうん、で、えー、っとじゃあその証の 責任は誰が取るの、うん、って言われて、まあその決断をした人たちが責任取ればいいだけの話です。うん、もうほら、現場の担当がさ、うん、いや、これコロナもあるから人員の手配がとかさ、うん、数量がとかとそんなの心配しなくていいわけだからね。はい、早く中止にしていただけるように、うんうん、していただけるじゃねえなしちゃえばいいんだよ。 うん、さっさとやれ胃薬飲みながらあの立場上仕方ないと思いながら仕事してる場合じゃないそうそうそう嫌なことは嫌だと言って、うん、やりたいことをやるそれ以外にあの日本がまともになる方向性ありません、うん、あまあそんなわけでね今日はいい天気だから、うん、散歩でもして痛風の発作が1か月ぶりに収まったので散歩でもしてこようかなって <laughs> それがいいよ <laughs> あれ いやでもさ、外出たらわかるんだけど、めっちゃ人いるから怖いのよ。<laughs> いや、ほんま。あ、それいるわ、あったかいからさ。いや、だから、あの、またチャリで、とかで、人のいないところ玉 <laughs> 川までチャリでも走ろうから <laughs>、まあ。そんなわけでね、あの、本間さんのね、えー、このオリンピックのブラックボランティア、ぜひ買ってほしいっていうのと、まあ、ああの、この哀れな、 ロスジェネ世代の私にカンパをね、本間さんにもお届けいたしますので、ぜひよろしくお願いいたします。あと、まあ、本間さんのね、あのー、動画、有料動画もすごくいい出来なので、昨日一件売れましたからねあ。ありがとうございます。ぜひ、あの、またね、皆さん買ってほしいなっていうふうに思います。そんなわけで、今日も読書、チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつも見ていただきましてありがとうございます。こちら、本間リブさんのですね、応援をしたいという方向けに、 動画の有料講義を作りました。まあ、電通がですね、憲法、オリンピック、いろんな部分でですね、ものすごいですね、勢いで、まあ、我々の生活に実は影響しているということが、まあ、こちら国会議員さんとか、まあ、あるいは大学の教授、各種市民団体とかですね、公共の団体のところで講演したものを元にしてですね、まあ、私や本間さんがパワーポイントを使ってですね、すごい、ま、長い時間なんですけども、えー、見応えのある動画を作っておりますので、ぜひ買ってほしいなというふうに思います。本間さんの取材を応援するためにもよろしくお願いいたします。 今日も読書